室の月島さやかです。私が構成した新体制フェスティバルーレット公演のコーナー動画の2話目です。1話目がまだの方はぜひそちらもチェックしてください。今回私はこんなコーナーを企画しました。怖いね、振りすぎてどれ取ればいいか分からん。そうそう、あ、いい？これ、あ、これ曲？ちっちゃい方が、ちっちゃい方、待って、ちょっと振りすぎてなんか分からんね。これすごい、あれ、これも？これです。熱血系アイドルで、あ、いや、怖い、もうやだ。無理だな、これ。アイバメラメラ。合ってる、熱々ですよ。やだこれ、熱すぎる。やる人決めますね。絶対堀さんがやった方がいいですよ、これ。やだよ、もう。やだよ、ね、マジで。全部のパターンどうやるか、うん、とりあえずやってほしい。参考にしたいぐらい。もう、はい、じゃあ、え、これ、ま、さやかが回していく感じ。もう嫌だよ、かしかしないけど。怖い。指名。うわやだ。指名、さやかの指名だね。悩んじゃうやつね、これ。なんで隠れてんの。じゃあ、りんの。うわ、確かにね、真逆じゃない。かっこいいですよね、うん、なんで気になるよね。なんです、なんでリンなのかわかんないそれでは熱血系アイドルで愛はメラメラ、どうぞ。リンちゃんやん、新しい世界。まずこれリンちゃんやん、どっから変わるかっていう話。バラ巻いて知識過剰、プライド占領、突っ込め。全ては火から始まった、全てを焼き尽くす投げ方ぼーっとした世界、どうか言ったよ。そこにある時一つの星が降り立つ。一瞬まだうわあ、ここまでなんだね。あれまでです。私の見せ場、うわーだったそうだよね、そうだよね。無理でした。あ、でもなんかいいな、ちょっと可愛くなっちゃう。なんかリンノって感じだった。リンノさん、ずっとリンノだった。かっこいい。まあ、いいや。まあいいや。まあちょっと、あ、どんどん行こう、どんどん行こう。はい、じゃあリンちゃん弾いてください。はい、行きます。え、なになに？待って、めっちゃ面白くなるかもしれない、これ人によって。行きまーす。はい、こわもてなアイドルで、僕は君に恋をした。やばい、むずい。やばい、やばい。どういうこと？一番やだ、はい、あ、アリスさんだ。ちょっと待って、無理やりやったでしょ今、アリスさんだ。じゃあ、審議
ちょっと私がこうやって覗いちゃってる感じしかしちゃった覗いてなんかこう上に飛べるのはいいですかね。いやじゃあそれではこわもてなアイドルどこ流れるんだこれで、ちょっと待って、僕は君に恋をした、どうぞ。はい、歌に変えて楽しいステップで、おあれ自分が自分が僕は君に今のところあるんですね当たり前の明日なんていらないからね、二人で一緒に変えちゃおう、おーギャル思いはこのままの見届け、見えない朝と君の胸に夢見た場所へ、忘れないでいて絶対やばいこのあれだね、急に始まるパターンじゃなくて変わる感じ強変したやばい、でも悩んじゃって前半もうちょっとこれは怖いよ、いやすごいすごいすごい、こわもてやった、すごい怯えてる、ね、待ってめっちゃ怯えてた怯えてた、びっくりしちゃったよね急に、けられるまったあ最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter や Instagram もやってます、よろしくお願いします。